んだかね、さっきはお兄ちゃんも助けに来てくれなかった。まあ普通に一本道で逃げればいいんだけど、なんでそれができなかったんだ。いきなりでもちょっとね、近すぎたからね、出てくるのが。そう、こんな近くから逃げろって言われても。まあこうすりゃよかっただけなんだけどね。 ちゃんと閉めたね。大丈夫ね。で、兄ちゃんがいない。お兄ちゃんがいないぞ。いやー、この別館も一人で歩かなきゃいけなくなっちゃうの。怖いね。なんだ。誰誰誰？君は落ちたの妹。まったく頭がおかしくなりそうだね。そこかしこにこんな死体がある。震えているのか？かわいそうに。おいで、一緒に探してあげるよ。いいです、よく一人で。なになになに。どうして逃げるんだい、どうして逃げるんだい。確かにな、なんで逃げた。ちょっとした狂気を感じたんだ、森重に。どうして逃げるん。ちょっと待って、ちょっと待って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 、怖い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 。でも、ギリギリ追いつかないくらい。女の逃げ足に負けるって。完全に死んでる。死後まだ全然立ってないって感じ。やばい、スタートボタン押せない。逃げる。来ない。あ、来た。ああ、なるほど。ここでせき止められるのか。幽霊と一緒だ。どうしようどうしようどうしよう。まあ普通に逃げ足で勝てるからいいんだけどね。いろいろこう模索しながら帰ってもいいし。あの緑のとこじゃないと思うけどね。とりあえずあそこに戻るか、セーブポイントに。多分来てると思うんだよね。でもとりあえず別館のその地理を把握しといた方がいいな、早いとこ。別館ずっと逃げるってことあり得るから。中が破裂しそう。お腹すいたってこと？うわうわうわ。ただこれでせき止められたんじゃない、森重。怖いな。隠れなくちゃ。
誰だ？お。森重じゃないよね。え、本当に？違くない？あれ？怪我はないかい？君は？いやいや、間違えるか ごめんなさい。間違えるか、普通。いや、私は持田ゆかって言います。そう、僕は刻みゆうや白檀高等学校。ゆかちゃん、信じていいんだな、お前は。禁断のおまじないでここに閉じ込められたのかい？わかり、そうか、一緒なの。おじいちゃん、かわいそうにね。僕も妹。ああ、そうなんだ。妹の子もここ、うん、よかったら一緒においで。生きているものはできるだけ。おお、ありがたい、ありがたい。僕の妹も一緒に探してくる。お願いします、お兄ちゃんを。わかった。 OK、 ありがたい。おお、高校2年生にしてはこう大人びてるやつね。さあでもどこ行けばいいんだ。まあ別館からは移動してないとは思うけどね。だからまあこの中のどっかだとは思うけどさ、とりあえずまあ店に行くって言ったら変だけど、あの幽霊のとこ、幽霊じゃなくて死体のとこ行くか。まあ手がかりと言っちゃなんだけど、そこから何か手がかりがないかなっていう。森重が来てない、大丈夫ね、森重来てないね。大丈夫かい？ゆかちゃん、子供たちの幽霊は見た？校内の張り紙やダイイングメッセージ、あの子供たちを殺害した大人の霊もいるんだ。鉄槌を持った大きな男、どうやら僕の仲間も何人も何人も何人もとにかく、そうだな、僕の妹と兄ちゃん、ここに謎の暗号があるとこなんだよね。ここで廃校のお知らせとかを見たとこです。何か手がかりはないかね。その緑のとこは 入っちゃいけないと思うけどね。結構ダメだろうね。あれ、さっきの、あれ、石像がないぞ。石像ないね。どこ行った？わっ、こんなとこにある。いやいや、言った方がいいんじゃないの。気のせい。とりあえず戻りますよ。一周してきたわ。2階1階。これじゃ通れないな。おさすが。いいね。頼りになんな。お兄ちゃんより頼りになんじゃないの。ここにもあるんだよね。
負の蔵二つ加熱符。ここもできるのかな。これじゃ通れ。そうか、これをどかすんだ。すごい。うん、そうだ、これだ。香りへ床に染み込んだ緑の化け物に気をつけろ。ここで出会った霊能士が聖水に降った靴を置いていく。これを履いて手をつなげば、ここにいる者全員があの化け物の呪いの影響を受けない。痛ましい死体を見るたびに死体心配で気が狂いそうになる。どうにか死なないでくれ。ストローカー、魔除けの靴、いいんじゃない。これとにかく履かせた方がいいと思うんだよね。さあ、これが何か関係してくるのかわからん。さあ、2回いきますよ。でももしかしたらこれが、あの、緑色のあの、障害物のところを、に使い、有効なのか。ここね。うん。あ、やっぱりそうだ。あー。なるほど。ようやくここのからくりが。よし。来た。封印破りの水晶魂。水晶の塊ね。どうしたんだ？はい。トイレか。どうしよう。トイレ。あれ、封印解けたっけ。どこだっけな。トイレわかんねえんだ。すぐ出てこない。トイレの位置。この横か。ここだ。封印、ああ。なるほど。ここ入るためのやつだったのか。まあ、これが、やっぱり。入れそうだね。うん。じゃあ、ここで待ってるか。散々。はぐれちゃ いかん言うといて大丈夫かよ。あ、そうか、そうか、そうか、黒崎、お前も無事だったのか。黒崎、これはあれじゃあれでしょ、姉妹じゃなくて兄弟関係ではないでしょ。やっと生きてるやつに会えた。やっと生きてるやつに会えたぜ、クソ。うん、いろんな奴らが、でもなんだかんだいるんだな。こう外に出ると、迷ってこの校舎に戻ってくることすらできなくなるらしい。一体、ここはどこなんだよ。もう、帰れないかもしれないな、俺たち。お前、見たか？隣の部屋で美月さんが死んでる。ああ、見た。俺ビビっちまってよ。人が一生のうちに目にする死体の数が決まってるとしたらさ、もう俺一生分超えた数の死体見ちまった気がするよ。クソ。美月さん、彼氏に四股かけられててさ、昨日そいつ振ったから朝から元気なかったんだよ。だから俺授業中に面白メールいっぱい送ってやったんだ。そしたら休み時間にめちゃくちゃキレられてさ。でも次の授業の時にありがとうってメールくれたんだよ。
せっかく元気、あの子供の幽霊たちに殺されたのかな。ん？イザミ？何した今？結構いい話してたじゃん。え？まさか？悪役？あ！イザミ！怒った。あいつらに殺されるの、俺に殺す、どうせ死ぬんだからな。いや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 、仲間だったじゃないの。あ、サトシ、なんだここは。でも見たことないぞ、別館でも。どこここ職員室、ちょっと覚えないよこんな動機だ。天神小学校開校日決定1975年。あ、なに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 、え、なになになに、あれ死体、女生徒死体が歌ってます。胸元には札が見えます。天神省連絡通知、部外者侵入による自殺が昨晩発生、これで3件目となる。今回は隣近に住む72歳の独身男性。陽気実はルポを実在する呪われた学校の過去を追った。迷うのか、いやちょっとやばい、いやミスったかな。読んだら死ぬとかやめてよ。入念の捜査の末、天神小学校の開校当初殺害される直前だ。そして同校の教員、救出された女児の証言から追殺害を認めたため送検されるも、刑事裁判にこの犯人の局の男は起因する要素が全く不明の突破困難になっていた。事件の数結果は芳しくなく、日中超何度も目撃されていた男は入所後数ヶ月で看護医たちの天神小学校の地下室に入り込み、この事件で殺された児童たちは犯人逮捕時に寸出のところで救出された女児、事件後他県に悪い噂の立ってしまった天神小学校の不運は、その後忍び込んだ変質者による強姦事件や自殺の舞台として利用されたため、生徒数が大幅に減り、ついには廃校に追い込まれ、当時60歳になっていた校長は自らの屋敷の襖や壁、畳などに意味不明の文字の羅列を書き殴るなど奇行が目立っていたが、廃校決定のその翌日、天神小の屋根から飛び降りて自殺してしまった。首の骨を折り即死だったよ、賛美極まる事件である。私はこの一連の事件の陰に人知を超えた力の動き、巨大なる呪詛の側面を見ている。鍵を握る人物はやはり現場で同い年の子供たちが惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者、事件を生き残った赤い服の少女だ。怪奇事件ルポライターの私が機会をいただいた本誌での連載は、このまま追跡取材を進めてみたいと思う。この事件、一人女の子が助かっていたのか。しかもこの写真、さっき見かけた赤い服を着た女の子の幽霊じゃないか。どうして殺されなかった子まで一緒にここ。なるほど。まあいろいろ隠されてるのかもしれんね。床に血まみれの DV カセット。怖いな、なんか何の音だよ。拾った音がなんか。え？なんか変な声が聞こえた。怖いんですけど。出ます？あら、閉じ込められた。大切な人を案ずる思い、
それゆえ受ける痛みや苦しみは死者にも生者にも隔てなく与えられる美しい聖魂。誰だあんた。君は、私はここで死んだ。そうか、この子か。幽霊です。出てきた、前出てきた人だ。なんて言ったらいいのかわからない。幸せと不幸は隣り合わせ、安易に幸福を得ようとするにはそれなりのリスクが伴うもの。あなた方がこの学校に閉じ込められたのは幸せの幸子さんを行って失敗したからです。幸子さん、ああ、最後にみんなでやった失敗だって。誰かが唱える回数を増やしたか減らしたか、人数分正しく唱えなかったのです。え、そうだった。誰かが、まあ、誰かがね、詮索はしないけど。ちゃんと9回唱えた。これ最初の第1話ですね。幸子さんお願いします。9回だよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。俺は確かに9回、うん、しっかり唱えたはずだ。誰か失敗したのか。誰かが失敗したんじゃないか。そうじゃない、こんな事態わざとかも。ああ、なるほど。お友達の誰かが面倒で適当に唱えたか、あるいはもっと遊びたくて簡単に終わらないように失敗したか。わざとじゃなければいいの。じゃあわざとでなくても、うん、いい加減な性質の人なら失敗しても考えそうですわね。まあいいや、バレないって。こんな恐ろしい出来事に発展するとも知らずに誰も申告しなかったのでしょ。失敗した、ごめんなさいって。いい加減にしてくれ。ごめんなさい、ついいろんな可能性を考えてしまう。職業柄かしら、もうペンはとっくに折ったはず。あなたはまだ持っているようですね、おまじないの切れ端を。それをしっかり手に握って思ってみてください。あなたの大事な人たちのこと。そのすまない、妹の姿が見えないんだよ。他の奴らも見つけないと。心配する気持ち、心をかき乱す衝動、それでいいのです。おまじないとは人が人を思う気持ち、心そのもの。それが愛情であれ憎しみであれ、思いが強ければ強いほどまじないはパワーを発揮するのです。ブレンド、何してんだ、何をしてんだ。やばい、やばいやばい、ブツブツ言いながらパワーを送り込まれてる気がするんだけど。どこで間違った？ゲームオーバー。あ、びっくりした。チャプター4に続くんだ。ゲームオーバーしたかと思った。まあ、なんとかクリアしたね。うん。さあ、ついにチャプター4。まあ、なかなか難易度はちょっとね、別館に来てから上がったような気もしますね。奥も深いですし。
さあ、行きたいと思います。チャプター4。おいで、ユウ。背中流してあげるよ。いいよ、僕。自分で洗う。男の子が前を隠すな。そりゃ。あ、なに？かわいいの、かわいいの。ほりほり。やめてお姉ちゃん。クソが。あ、だろー。姉ちゃんってさ、ん？母ちゃんみたいだ。そう？言ったら甘えん坊？違うけど。大人になったね、ユウ。お姉ちゃんの気持ちまで考えてくれてるのかな？でもユウはね、まだ甘えてもいい歳なんだよ。もう少し力抜いていいからね。泣いた。やっぱり子供だ。おっぱい出ないくせに言うな。言う？いい子だね。いつまでもずっと優しい子でいてね。姉ちゃん今日遅いな。一緒に父ちゃんサプライズの準備するって言ってたのに。早く帰ってこないかな。まゆちゃん。なに？もう遅刻しそう。今日最後の登校ね。しっかり皆さんにお別れを言ってらっしゃいね。うん。ごめんなさいね。お父さんの転勤のせいで。いいの、私は。お父さんがもっと会社に抗議でもすればよかったんだけど、お父さんどうしても無理だって言うから。あなたが了解してくれたからいいようなものの。うん。私はお父さんとお母さんが揉めないでいてくれるならそれでいいの。部屋に